安倍司君。以上、日本維新の会、安倍司です。先日の我が党の藤田議員の労働市場に関する質問、問題意識を踏まえ、引き続き議論を深めてまいりたいと思います。なお、本日はパネルのサポートを兵庫で活躍中の池畑幸太郎議員にお願いをしております。先日の本委員会での藤田議員の答弁で、総理は労働移動の円滑化は重要との認識を示し、来年6月までに指針を取りまとめ、5年間で1兆円の人への投資支援のパッケージ施策を行うとおっしゃいました。技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、新しい知識やスキルを学ぶ、いわゆるリスキリングが話題となっておりますけれども、抜本的改革なくして、労働移動の円滑化、賃上げ、生産性の向上が起こるのでしょうか。我が国の資源は人しかありません。本日はこのテーマについて議論をさせていただき、総理の本気度についてお伺いをしてまいりたいと思います。まず、最初の質問です。リスキリング施策によって、主に成長産業へ労働移動の円滑化を目指すとのことですけれども、具体的にどのような分野からの労働移動を想定しているのか、総理のご見解をお伺いいたします。内閣総理大臣、岸田文雄君。まず労働移動の円滑化は、構造的な賃上げにつながる鍵であるということを申し上げております。その実現に向けて、分野にかかわらず、希望する労働者が主体的に賃金上昇が期待できる成長分野の企業、産業へ、失業なき労働移動を可能とする環境整備、これを進めてまいります。そしてご質問は、どういった分野に労働が移動するのかということでありますが、これデジタル技術の進展、あるいは高齢化を受けて、さまざまな労働需給が見通し示されております。その中によって、そのデジタル化により、管理部門や間接部門が合理化されるとともに、デジタル分野、あるいはヘルスケアの分野において、人材不足が見込まれる。そうしたこの変化に対して、労働移動が行われることが望ましいと考えます。以上、安倍司君。特定のですね、その分野のからのですね、移動というのは想定されていないというようないうふうに受け止めたんですけれども、生産性ですとか、成長率、こういった指標がですね、あまり高くない産業に従事している方々がスキルアップをしてですね、成長産業に移動することは、マクロ的にも、そしてミクロ的にもプラスになります。ここでやはり重要になってくるのは、労働市場そのもののですね、流動性にあるのではないかなと思っております。ところでですね、日本の従業員のエンゲージメント、いわゆる士気ですとか、やる気、熱意、こちらですね、非常に国際的に低いと言われております。こちらのパネルご覧いただきたいんですけれども、士気、熱意がある従業員の割合は、全世界平均が 20% なのに対し、日本は 5% と、世界の他の地域と比べても、近隣のアジア諸国と比べても最低です。こうした事実があるわけですけれども、加藤大臣、いかがでしょうか。率直なご感想、ご意見を。厚生労働大臣、加藤勝信君。ご指摘のエンゲージメントに関する国際比較、いろんな調査機関出していてですね、私も大変日本が低いということを大危惧をしております。確かにそれぞれの国民性で、このエンゲージメントを強く言うか言わないかの差があるにしても、それでもかなり低いというのが私も認識であります。で、厚労省でもですね、分析をし、特に正社員の中では29歳以下の若年層や役職についていない方、で非正規雇用の中では、いわゆる不本意非正規の方について、ワークエンゲージメントが低い傾向にあります。また、ワークエンゲージメントが向上することによって、定着率、離職率に加え、働き方のストレス、労働生産性などが改善する可能性があるというふうに考えておりますので、いかにワークエンゲージメントを向上するように、各企業にも取り組んでいただく、そのためにいろいろ先進的にやっている企業もありますので、そうしたのをまず我々が聞かせていただいて、その内容をそれぞれに広げていく、あるいはそれを導入するための、例えば社労士さん等にですね、いろいろ力を貸していただくと、いろんなことを考えていかなきゃいけないと思います。以上、安倍司君。今お話ありましたとおりですね、我が国の従業員エンゲージメントが低い状況というのはですね、いわゆる昇給ですとか昇進が年功序列であったりですね、スキルとか成果ではなくですね、組織に従うことが重視されるメンバーシップ型、こうした日本型の雇用慣行、
さらには硬直的な労働市場がもう時代に合わなくなってきている、まあ、ことの写し鏡ではないかなと思っております。そこで、リスキリングが有効に機能する前提条件について議論をさせていただきたいと思います。私はですね、リスキリングは働く個人がスキルをベースに会社と対等な契約を結ぶ環境があって初めて効果を発揮するものと考えます。こうした観点からは、現代の日本型雇用慣行のままでは、個人がリスキリングをして労働移動するインセンティブは働かないのではないかと予見されます。自由に労働移動がなされる市場があって初めてリスキリングのインセンティブが生じる。したがって、労働移動の円滑化を進めるには、そもそもの企業と個人の関係性自体をですね、変化させるような労働市場改革、構造改革が必要だと思いますけれども、加藤大臣のご見解をお伺いします。厚生労働大臣、加藤勝信君。今おっしゃるように、労働市場の中で、まあ、特にまず企業側からすると、いわゆる中途採用、まあ、日本はこれまでずっと新卒採用を中心としてきたわけでありますが、中途採用等で採用していくということ、まあ、これも実際、中途採用されている企業に聞くと、いや、よかったと。ただやってないところはなかなかそこに踏み込めないということですから、その辺を共有化していくということ、それから兼業副業等、まあ、その入り口ということですか、まあ、これも今、就業規則等を見直していただいてです、ね、それを積極的に進めていく、まあ、こういう努力を進めていかなきゃならないと思います。で、委員おっしゃる、いわゆる解雇ルールそのもののあり方、これについては、まさに賃金、あるいはその雇用というのは、多くの労働者の生活そのものを支えておりますので、まあ、企業、雇用環境、人事労務管理のあり方と合わせて、これはまあ労使間で十分に、また慎重に議論しなきゃいけないんだろうというふうに思います。以上、安倍司君。ご答弁ありがとうございます。ここでですね、こちらのパネルをご覧いただきたいんですけれども、フレキシキュリティ、維新の労働市場改革の方向性についてなんですが、フレキシキュリティとあります、フレキシビリティとセキュリティを合わせた造語となりますけれども、このコンセプトの下、解雇規制緩和を含む労働市場の流動化を進め、ベーシックインカム、失業給付、そして今話題になっているリスキリングといったセーフティネットを再教育を充実させるといったことをですね、一体的に行う政策パッケージが、我々の案でございます。構造改革と個人への支援を両輪で進めることが重要で、ここを本気でやらないとですね、結局、税金の無駄遣いで中途半端な成果しか出ずに終わってしまうのではないかといった問題意識をここで申し述べさせていただきたいと思います。次にですね、もう一方の個人向け支援の話をしたいと思います。本気で国を挙げて人への投資をして、国民全体をリスキリングしていくといった機運を高めていくには、国が全力で国民一人一人を応援するという強いメッセージ、および大胆な施策を打っていくことが必要だと考えます。そこで外国の例を一つご紹介いたします。こちらのパネルご覧ください。シンガポールでは、全国民を対象にリスキリングの機会を提供する取り組みを2014年から進めています。スキルズフューチャーという国民的な運動なんですけれども、この特徴は、対象が全国民である点、リスキリングのコースが豊富な点にあります。具体的には25歳以上の全国民に最大1500シンガポールドル、日本円で約14万7000円のクレジットを支給しまして、これを使ってですね、2万4000以上あるコースから自らに合ったメニューを選択するというもので、生産年齢人口の 25% が制度を利用しているということです。このように政府がリスキリングに取り組む企業に補助金を支給するといった方向ではなくてですね、スキルズフューチャーのように直接個人を支援する取り組みの方が公平かつ機運も高まると考えますけれども、加藤大臣、ご見解をお伺いします。厚生労働大臣、加藤勝信君。やっぱり日本は人材に対する投資がですね、特に最近低下してきている、他の国と比べても低い、これは両方あると思います、企業における人材開発、そして個人の人材投資、まあ、両方大事だと思いますが、企業の場合にはその企業にとってということになりますから、まあ、幅広く考えると、個人への支援というのも必要だと思います。で、今、労働者が主体的に教育訓練を終了した場合の費用の一部を支給する教育訓練給付、これもやっております。あるいは公共職業訓練や求職者支援制度、まあ、さらにはこれ、文科省が実施しているリカレント教育プログラムに対する、今申し上げた職業訓練受講給付金などを使えると、まあ、こういったこともし、まあ、さらには、税制上では労働者が研修や資格取得に要した費用は職務の遂行に直接必要なものについては、給与支払い者の証明を得ることで、所得税上の取り扱いとして特定支出控除の研修費と計上が可能な制度というのもあります。まあ、こうした制度をさらにどう磨いていくのか、これはしっかり検討したいと思います。
以上、安倍司君、ご答弁ありがとうございました。次にですね、少し視点を変えて、労働市場をめぐるマクロの状況を確認しておきたいと思います。こちらのパネルですね、ご覧願います。2050年までの日本の生産年齢人口の見通しです。人口減、少子高齢化が進む我が国では、現在、約7400万人いる生産年齢人口は、2050年には3分の2の5300万人にまで減ってしまう見込みです。このようにですね、人口、生産年齢人口ともに減少する我が国が成長を実現するには、労働参加率を上げていくことが重要です。そのためには非正規の方、また氷河期の影響で長く無業状態にある方、退職を迎えた高齢者の方などなどがですね、それぞれが求める多様な勤務形態で新たな職に従事できるようなリスキリング施策が必要になります。私が独自に推計したところでも、就職氷河期世代のうち約100万人は何がしかの求職意向があると思われます。そこで今後策定する労働移動円滑化の指針には、繰り返しになりますけれども、先ほどのスキルズフューチャーのようなですね、取り組みなどですね、こうした方々への直接支援を盛り込むことが重要なのではないかと考えますが、岸田総理のご見解をお伺いいたします。内閣総理大臣、岸田文雄君。グリーンやデジタルといった、この成長分野において、その成長を支える人材を確保するためには、委員ご指摘のように、非正規の方、あるいはいわゆる就職氷河期の影響を受けた方、さらには高齢者の方、こうした方々を含め、あらゆる方々がリスキリングによりスキルアップをし、こうした分野に労働移動をしていく、こういった流れを作ることが重要であります。そういったことから、先ほど厚労大臣からも説明させていただきましたが、今回まとめる総合経済対策の中にも、こうしたスキルアップを目指す方々を受け入れる企業への支援、そして従来、企業の中でその社員のスキルアップに努力している企業に対する支援も手厚くする、それと合わせて個人への支援ということで、この民間専門家への相談等も含め、リスキリング転職までを一気通貫で支援する制度、こうした個人への支援、これを新設するということを考えております。こうした取り組みを通じて、さまざまな方々がそれぞれの能力に応じて、バージョンアップを、スキルアップを考えていただくことは重要であり、こういった社会を作っていくことが重要であると認識をしております。以上、安倍司君。ご答弁ありがとうございました。構造的に厳しい状況に置かれている就職氷河期世代の皆さんの意向や、状況に応じた就労意欲やニーズを汲み取ったリスキリングという視点をぜひとも持っていただきたいと思います。最後に、経済成長を図り、国民所得を増やす戦略の軸に人への投資を据え、そのために多くの国民がリスキリングをすべきと考えるのであればですね、大変お忙しいとは思いますが、まずはですね、岸田総理ご自身がリスキリングにですね、取り組んで、その背中を国民に見せてですね、国民的運動を起こす覚悟が必要だと思いますが、総理の決意、ご見解をお伺いいたします。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、先ほど答弁でも、こうした社会の、機運を作ることは大事だということは申し上げました。現在のこの政府のデジタル社会構想会議に、委員として就任いただいている、この若宮雅子さんという方がいます。この方はですね、80歳過ぎてからコンピューターを学び、ゲームを開発し、そして世界から今注目をされている方です。この若宮さんの例のように、私のような世代も含めたあらゆる方がリスキリングを行い、それを通じて自ら希望する職業に就く、そして生産性を向上させる、そして賃上げにつなげていく、こうした社会を作っていくことが大事だと思います。そのために社会の機運を盛り上げていきたい。ご指摘のように、私自身、なかなかリスキリングということは、その言葉通りに実践することは難しいかもしれませんが、絶えずこの日々、さまざまな関係者の話を聞き、学びながら、政策に取り組んでいく、こういった姿勢を大事にすることによって、こういった社会の機運、情勢に、貢献をしていきたい、このように思います。安倍司君。ありがとうございました。引き続きですね、労働市場改革、議論、していただけたらと思います。ありがとうございました。失礼します。これにて
森島君、安倍君の質疑は終了いたしました。次に